実はですね、慎太郎の5年後 LA までのドキュメンタリー番組が始まります。はい、皆さんこんにちは、慎太郎です。おそらく前回の慎太郎の人生過去編、40分ぐらいの動画ですかね、はい、の、動画から来ていただいた方がほとんどかなと思っております。その過去編の動画まだ見てない方はぜひ概要欄貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただいてからこの未来編という形で見ていただけたらと思います。はい、で今回はですね、前回の過去編でもお話しさせていただいた通り、慎太郎の価値観って何なのとか、なんで5年後 LA 目指してんのとか、なんで5年後なの、なんで LA なのとか、もっと言うとこれからどういう風に LA 行くのとか、いろんな多分質問とか皆さん疑問あると思うんで、これ全部今日は話していきたいと思います。皆さん楽しみにしてください。はい、でまず順番でいくと、まず1つ目、自分の価値観って何なのという話させていただきます。で自分の価値観はですね、一言で言うと、人生一度きりなんでずっとワクワクしてたい、もうこれなんですよね。もうシンプルで、はい、人生って一度きりじゃないですか。やっぱ一回の人生を普通で終わりたくないというか、もちろん普通もありきたりすごい幸せなんですけど、僕からしたら挑戦しまくってワクワクしまくって終わる人生でありたい、そういう価値観は僕あります。でもちろん普通に働いて普通に家庭を持ったりとか持たなかったりとかで普通に暮らして、最後人生を終えていく、これはもちろん素晴らしいことだと思うんですけども、僕はやっぱり一回の人生であればもう予想できない未来とか、もっと自分が本当に心の底からやりたいこと、これに挑戦したい、挑戦し続けたい、こんな人生がいいなと思って今日々生きていますと。はい、でやっぱり僕のモットーであるワクワクですね、やっぱ心底をワクワクしていきたいと。皆さん小学校の時とかに、ディズニーランドとか例えばね、テーマパーク行く前日の夜ワクワクして眠れなかったですよねと。で朝起きたらもうすごいワクワクして、うわ今日ディズニーランドだ、うわ今日ユニバーサルスタジオだとか、うわ今日丸々のテーマパーク行くんだ、誰々と行くんだ、すごいワクワクしましたね。あの感情を僕は常に持ち続けたいんですよ、日常の中でも。であと僕の中のワクワクの定義で言いますと、過去編でも話させていただいたと思うんですけど、やっぱり何もないところから這い上がるっていうのはすごいモチベーションでして、やっぱり人間ってみんな同じなんで、人間誰だってやればできるっていうのを僕は思ってるんですよね。やっぱ小中僕スーパースター、野球勉強もスーパースターで、高校挫折して野球勉強も何もかもなくなって、で一緒にプレーしてた仲間とかプロ行ったりとか、一緒に学校行ってた人たちはいい大学行ったりみたいなところで、なんで同じ人間なら自分だけできないんだろうっていうのは常に持ち始めたのが、高3の挫折からなんですね、ずっとあって、いや自分でも同じ人間だからできるだろうというので、浪人もしたんですけど、慶応入って、野球も早慶戦でって日本一になってみたいな、こういった経歴がありましたと。これ過去編のおさらいなんですけど、僕の中で人間誰だって同じなんだからやればできるということを今まで証明し続けた人生だったんですね。でじゃあこれからどうすんのみたいな話でいくと、新卒サラリーマン何もないですといったところで、何もない新卒サラリーマン、このまま普通に生活してたら、普通のごくありきたりなサラリーマンで、生活してって家族を持って幸せな家庭が築けるというのは多分未来だと思うんですけど、何もない新卒が一見非現実的に思えること、もう5年後 LA、あとはもっと大金持ちになるとか、大企業を持って超有名人になるとか、いろんな多分非現実的なことがあると思うんですけど、僕は本気でできると思ってるんですよ。だって同じ人間だから、やればできるからっていうのは僕の中であって、それを今同じくやってるという感じです。はい、はい、で次になぜ5年後 LA なのか、これについて答えていきたいと思います。もう本当に数多くのですね質問をいただいております。ありがとうございます。なんで慎太郎さんって LA に行きたいんですか、なんで5年後なんですか、いろんな質問いただきます。なぜ LA なのか、なぜアメリカのロサンゼルスなのか、これをお答えしたいと思います。理由は3つありまして、まず1つ目はアメリカの文化と環境が好きだからです。はい、シンプルで、僕もともと帰国子女で、シリコンバレーの方ですね、LA の上の方、カリフォルニア上の方に、小学校の時3年間住んでたんですけども、やっぱりそこの
カルチャーに、僕自身すごいフィットしてて、で、まあ、日本帰ってきてからも結構その日本の文化との結構カルチャーショックを持ってたりしてて、今自分の個性っていうのが今日そのアメリカでの実体験が元になってるっていうのも一つ大きいところかなと思ってますと。でもう一個環境の部分で言うと、やっぱりあの周りにいる人の環境みたいなところが結構大きくて、もちろんあの日本、これもちろん文化の話なんで、いい悪いは全くないです。ただ自分はアメリカの個性を前面に出していく、文化っていうところがすごい合ってるのかなっていったところで、まあ、そこで暮らしたいなといったところがありますね。はい。で、二つ目が、単純に LA という立地が大好きっていうところですかね。LA、行ったことある方わかると思うんですけど、もうやっぱ、すごい暖かいです。はい。基本一年中。暖かくて、まあ、気候もカラッとしていて、日本みたいに高温多湿じゃないんですよね。いわゆるもうジメジメしてるの僕すごい嫌なので、もうカラッとした気候の LA で、まあ、一年中住みたいなといったところと、あとその LA って、まあ、ベニスビーチとかディズニーランド、ダウンタウン、ハリウッド、いろんな観光名所ありますよね。まあ、その観光名所がバーッと集まってるところで、やはりこう物価も高いし地価も高いんですよね。そういういわゆる、まあ、世の成功者、まあ、成功者は何と定義するか分かんないですけど、本当にこう非日常的な生活が、まあ、できる場所でもあってですね、まあ、僕自身そこを挑戦したいなと思ったところですね。すごいシンプルな理由です、意外と。はい。でもそういった理由でも僕は普通に挑戦したいんで、今組に挑戦してるっていう感じですかね。はい。で、3つ目はこれは結構大きいかもしれないですけど、ハリウッドに挑戦したいんですね。はい。まあハリウッド俳優になりたいとはもちろん言わないです。それは本気でハリウッド俳優を目指している方に失礼に当たってしまうと思うので、ハリウッド俳優を目指したいというふうには特に言いません、ね。ただハリウッドに出たい、こういうふうに思ってますと。何が違いやねんって思うかもしれないんですけど、僕個人としてはいろんなことに挑戦しながらずっとワクワクし続ける人生を歩みたい。その中の一つにハリウッドがあるといったところでございまして、まあ、ハリウッド俳優になってその道でずっと突き進んでいくってわけではないんですね。あくまで自分の人生の中で、わかるんです。これは例えばインフルエンサーで大きくなったりとか、自分の会社持って大きくなってちょっとハリウッド出るとかっていうところに挑戦したいなといったところでございますと。はい。まあ、この3つが主な理由ですね。なぜ LA に住みたいのかみたいな。まあここまで聞いていただいて、お前意外とシンプルじゃんとか、いやいや慎太郎意外とシンプルじゃんと思うかもしれないですけど、はい、シンプルです。はい。でもこれを実際に形にしていく、行動していく、まあ、挑戦するってことが一番大切なので、皆さんも多分あると思うんですよね。普段からちょっとこういうことしたいなとか、わかんないです、パン屋さん開いていきたいなとか、こういうことにチャレンジしたいなとか、もともとこういう夢持ってたんだよね。まあこういったことってすごい大切だと思うんですよ。それを挑戦しましょうよっていうのが僕のメッセージなんですよね。はい。まあ、とはいえまずお前がやれよって思ってる人も多いと思いますし、実際そんなできるのかって疑心暗鬼を持ってる方もいるんで、まずは僕がやりますよっていうので、まあ、YouTube 始めてるって感じですね。はい。で、そうです。ごめんなさい、ちょっと前後するようで申し訳ないんですけど、ハリウッドに挑戦したいというか、ハリウッドに出たいと思った根源ですね。なんでそう思ってるのみたいなところ、ごめんなさい、これちょっと補足させていただきたかったんですけど、表現者になりたいんですよ、僕は。はい。表現者ってどういうことかっていうと、まあ、例えばこの YouTube 活動も表現者だし、まあ、SNS の発信も表現者の活動だし、もちろん、舞台俳優とか役者とか、まあ、いろんなのも全て表現者に当たりますよねと。で、僕はこれ実は小学校6年生の時ぐらいかな、表現者になりたいっていう夢がありまして、小6の時の卒業文集みたいな将来の夢書く欄があったんですけど、僕は歌って踊れる野球選手になりたいって書いてるんですよね。がめついですよね。もう全部取ろうとしてますから。はい。当時から、本当自分のやりたいことに忠実だったのかなと思いますけど、歌って踊れる野球選手と。まあ、野球選手が、僕はもう断念しまして、本当に上には上がいるなといったところで、諦めて、今普通にサラリーマンをしてるんですけども、歌って踊れるは、諦めてません。はい。それはどんな形になろうと、いいんですが、歌って踊れる、まあ、表現者ですね、これになりたいっていうので、ハリウッド、まあ、英語も話せますし挑戦したいなといったところでございました。すいません、これ補足です。はい。はい。で、次にですね、なんで LA か分かったと
じゃあなんで5年後なんだっていう質問にお答えします。はい、確かに LA 住むだけだったら慎太郎今すぐ行ってこいよというふうに思う方も多くいらっしゃるかなと思います。僕もそう思います。本当に住むだけであれば明日にでも行けちゃうんで、はい、向こうで仕事を探して頑張って働きながらロサンゼルスうちに住むと、それは確かに今すぐ行けようというふうに思うかもしれないですけど、なんで5年後なのかと言いますと、一言で言いますと経済的に独立した状態で LA に行きたいんです。それが自分が見立てた計算だと最速で5年後だと、まあ、新卒入社した去年の2022年4月から最速で僕がありたい経済的自立ですね、計算するとちょうど5年後が最速だなっていうので5年後LAにしましたという話なんですよね。これが最速4年後とかいう見立てになったら4年後って言ってるんですけど、まあ、これは5年後だったので5年後LAに住む新卒、今2年ですね、2年目サラリーマンみたいな形でやり始めたっていうところです。はい、で、まあ、経済的独立と、まあ、いわゆる僕は今会社に入ってですね、会社に守られながら生活費をいただいて生活してるという状態、まあ、皆さんもほとんどそうかと思うんですけども、ここから独立すると、もう経済的に独立すると、会社に守られなくても生きてくる状態、これ死んだらどうやって作るのと、まあ、思ってる方いると思います。実はですね、3つの柱で現在考えております。はい、こちらどうぞ。はい、先ほど画像にも貼ってあると思うんですけど、3つなんですよね。まず1つ目は不動産事業ですね。はい、で、まあ、不動産事業何やるの、今のところですけど中古アパート経営というものをやりたいなというふうに考えてます。まあ1都3県の、または大阪あたりですかねの、まあ、地区フルのアパートをですね、まあ、ローン組んで買い取ってそれをリノベして、まあ、オーナーとしてそのアパートを持つみたいなことをやりたいなというふうに思ってます。でただ、こればかりは僕自身まだ勉強中ですし、実際中古アパートになるかどうかもわからないです。これは現時点ですね、2023年5月時点での考えですので、これは何になるかわからないです。ただ不動産事業を一つ持ちたいなというところで、今カッコ仮で中古アパート経営というふうに書かせていただいてます。はい、で2つ目が YouTube ですね。YouTube の事業なんですけども、まあ、主に広告収入、まあ、括弧案件もありという形で、2つ目の柱として置かせていただいてますと。で、3つ目が、自分の事業ですね。まあ、僕は自分の会社を常々持ちたいというふうに思ってまして、まあ、自分の会社を持って LA に、おそらく行くと思います、今のところだと。はい、で、その企業関連という形で、大きく3つの不動産と、YouTube と自分の会社、まあ、自分の事業ですね、この3つを、柱に今のところ考えてますと。はい、で皆さん気になった金額感だと思うんですけども、不動産事業が月に100万円もう月に100万円ですよ。で、YouTube 広告収入が月に150万円で、自分の会社で月150万円が、まあ、自分にこう入ってくる仕組み、まあ、自分の収入として確保できる、合計で100、150、150なので、400ですかね。月400万円の、収入を最速で作るのが5年後だろうなという、見立てで、5年後やりにしてますという形ですと。はい。で、いやいやいや、400って多すぎないみたいな。いらなくね、そんなって思うじゃないですか。とか、多くねというふうに思った方いると思うんですけど、確かに多いかもしれません。ただ、僕が、5年後 LA でやりたいこと、住みたい街、住みたいマンション、住みたい場所、すべてコールした場合、400万は最低でも必要だといった計算でございます。これはもうちょっとあくまでざっくりなので、本当に事細かく詳細だったかというと、ちょっと話は別なんですけど、一旦ざっくりで考えてます。それは了承の上聞いていただけるとありがたいんですけど、僕が住みたい LA のマンションはですね、まあ、いろんな、まあ、タワマンに住みたいです。いろんなタワマンがあるんですけども、すごい高立地で目の前にダウンタウンがあって、まあ、左側にベネスビーチ、右側にディズニーランド、後ろにハリウッドがある、まあ、この順番はちょっと多分あんま覚えてないんですけど、まあ、こういう囲まれた、まあ、タワマン一等地に住みたいと思ってまして、その家賃調べました。なんと月150万です。月150万ですね、賃貸。はい、
150万かと、まあ調べた時思ったんですけど、今の自分の家賃がだいたい10万弱ぐらいなので、15倍かと、と思ったんですけど、そこで、あ、無理だとは僕は思わないんですよね。どうやったらいけるのかを考えてしまうんですよ、僕は。はい。で、ごめんなさい、話戻りますけど、賃貸が150万と。で、生活費はというと、まあ、今の自分の生活費大体計算して、かつ向こうの物価とか、いろいろ考えたときに、まあ、生活水準が上がったときどうなるか考えたときに、まあ、月150万ぐらいは使うんじゃないかなと。まあ、現段階ではそう思ってまして、なので、家賃で150万、生活費150万、合計300万最低でも必要だと。いうので、考えてますと。じゃ月300万。あとはいろんな、他のいろんな、ね、お金がいろいろ加算でって、まあ、350とか、もしかしたら400ぐらいになるっていうところで、最低400万の収入が確保しないといけないよねと。自分が目指している LA の生き方っていうのは、だいたい最低でも月400万確保しないといけないよねっていう計算になって、5年ぐらいになってます。なんとなく伝わったでしょうか？はい。ちょっと説明が下手かもしれない。その点は、すいません。はい。はい。で、これもよく質問いただいてましたね。しんどさんなんで YouTube やってるんですか？とか、YouTube 始めたきっかけなんですか？ありがとうございます。これはですね、5年後 LA というゴールに必要だったからです。なんでかっていうと、今ご説明したんで、ご理解いただけたかなというふうに思うんですが、不動産事業と、自分の YouTube と、まあ、自分の事業。この3つ400万を収入源として、自分で作り上げていくとなった時に、YouTube は必要なんですよね。はい。必要だから始めた。それだけです。はい。まあもちろん、それだけではないんですけど、それも必要だったから始めたってことですね。YouTube 始めたらもちろんその収入源の面ももちろん大きいんですけども、何より、僕だけ成功しても意味ないんですよね。これ要するに何言いたいかっていうと、慎太郎人生は慎太郎主人公なんで、僕はやりたいことのゴールに対してめちゃめちゃ突き進みます。で、頑張ってゴールまで行きます。で、絶対達成しますと。で、ただ、自分だけ達成しても虚しいんですよね、これ、実は。自分のゴールだけを達成したら虚しくなるんですよ、人間。で、本当の理想で言えば、自分のゴールも達成するし、まあ、自分きっかけで他人にも影響を与えて、他人の人生、何か変わるきっかけが僕によって作れたらいいなとか、僕によって、僕の動画、この動画を見てとか、この挑戦を見て、一人でも多くの人が自分の人生に生き生きワクワクして、まあ、自分の人生に対して自分の人生と向き合って、本当にやりたいことに対して素直に向き合って挑戦すると。そういった方を一人でも増やしたいっていうのが YouTube やってる目的ですね。はい。まあ自分の収入源もありますけど、まあどちらかというとこっちが大きいですかね。本当に自分きっかけで多くの人の挑戦、多くの人の自分の人生に向き合うきっかけとなるような、まあそんな人物になりたいなというふうに思ってます。はい。で、なんで自分の成功だけだと虚しくなってしまうかみたいな観点で言うと、これ実は大学野球の僕経験がありまして、大学野球僕は過去編では総決戦で日本一になったっていう過去を話してるんですけども、六大学のリーグ戦って春のリーグ戦があって優勝すると全日本選手権があって、で秋のリーグ戦があって、秋のリーグ戦があると今度は全国大会があるんですね。でいわゆるリーグ戦は2つで、その予選をもとに優勝したら全国大会は2つあるんですね。合計で4大会あるんですよ。で基本的にはリーグ戦優勝しないと全国大会出れないので、基本的にはリーグ戦、春のリーグ戦と秋のリーグ戦だけなんですけど、僕は春のリーグ戦でデビューして、チーム優勝しまして、総決戦も出て、優勝したんで全国大会の切符を得られますと。で全国で僕指名打者として、6番 DH 出て、で、日本一になったという経験がありましたと。で、実はこの秋のリーグ戦と秋の全国大会、慎太郎どうなったのみたいな話を、今これ実は続きをしますと、慎太郎秋のリーグ戦、ベンチ入りしました。ただ、これ途中でベンチ外れてるんですよ。でもっと言うと、秋のリーグ戦優勝したんですけど、この全国大会、慎太郎ベンチ外になってます。意外かと思った方、いるかもしれない。そうなんですよ。這い上がってきて、春のリーグ戦優勝、総決戦も出て日本一になって、そっから実はこういう風に落ちてったんですよね。で最後ベンチ外れるみたいな。そんな実は、大学4年生でそんな落ちがあったんですけど、なんでかっていうと、まあ、僕
の早上がり人生で聞いていただくと分かるんですけど、まあ、自分のゴールしか描いてないんですよね。自分が慶応に絶対に行って総決戦出て野球勉強も早かったと、あの証明するぞというふうに頑張ってやってきたんですけど、まあ、全部ベクトルが自分なんですよね。それが達成されちゃったんですよ。実は夏に春のリーグ戦優勝してデビューして総決戦も出て全日本で、DH 張って日本一になってみたいな、もうこの春と夏まで全部達成しちゃったんですよ、大学4年生で。これ実はね、もう今だから言いますけど、達成日本一になって翌日ね、めちゃくちゃ練習が億劫になったんですよね。野球場行きたくなくなりました。これもう本当 今だから言うけど、あの本当にあんだけワクワクして毎日こうやってバットとグローブ持ちながら、よっしゃ今日も上手くなるぞって言ってたグラウンドが本当にめんどくさくなっちゃったんですね。当時はもう絶対誰にも言えないですし、あの僕はムードメーカーだったんでそういう態度は一切出さなかったんですけど、今だから言いますと。なんでかっていうと、もう自分のゴールでしかなかったんですよ、早慶戦出て日本一だ、それが達成されちゃってから野球やる目的がなくなったんですよね、僕の中で。もうプロはもう諦めてましたし、上には上がいるってこともあったんで、自分のゴールが達成された瞬間に虚しくなっちゃったんですよ。もう残りの学生生活どうしようみたいな、野球モチベーションないし、このままベンチ入りしてみたいな。で当たり前ですけどモチベーションもなくなってくるんで、打撃の調子もどんどん同じように下がってくるんですよね。だから最後ベンチも外れるし、全国大会もう一回ベンチ入れないしみたいなこともあって、で、まあ、本当にここは苦しみましたね。で今振り返ると、まあ、自分にしかベクトル向いてなかった、自分のゴールしかなかったから、あのこういう風になってしまったのかなと、今いい教訓だったなと今では思うんですよね、はい。まあ、あの本当にベンチ外れた時とか僕も一人で寮でギャン泣きしてましたからね。ギャン泣きっていう言葉は正しいか分かんないですけど、めちゃくちゃ泣きましたからね一人で、はい。やっぱり悔しかったけど、どういうゴール設定したらいいかわからないとか、このまま何をすればいいかわからないっていうのがどんどん立ってって、結局改善できずに終わっちゃった大学4年秋だったんですよね。まあ本当にそれも苦い思い出っていうか、いい教訓だなって思ってるんですけど、もう本当にあれはすごい後悔しましたね。まあそれちょっと苦い思い出があって、まあ、大学結局実は引退してるんですけど、はい。まあ、今思うとすごいいい教訓だったなと。どんな教訓だったかっていうと、自分だけのゴールだと虚しくなっちゃうんですよね。よくあの自己啓発系の本とかにも書いてあると思うんですけど、自分のゴールと他人に対するゴール、まあ自分だけじゃなくて他人にどう影響を与えるかみたいな、この二軸があるといいっていうふうに言われてて、本当にその通りだって大学の時痛感したので、実はあのこの社会人になってからもそれを設定したんですね。この5年後 LA って目標ができてから、自分だけが LA に行くではなく、自分のこういった挑戦を YouTube で発信することによって、一人でも多くの人が、これ毎回言ってるんだけど、一人でも多くの人が自分の人生に対して生き生きワクワクできるような、そんな世界を作りたい、まあ、すごいちょっと膨大かもしれないと思ってます。そのきっかけが自分のチャンネルだったらいいなというので僕は発信してますといったところです。ちょっと長くなりましたが、 YouTube やってる理由はそれです。はい。で今後についてですね、まあ、今自分の価値観とか、なんで5年後より例なのかとか、なんで YouTube 始めたのかみたいなところとかですね、まあ、いろいろ説明させていただいたんですけど、視聴者の皆さんが一番気になっている、どうやってお前 LA 行くの、どういうスケジュール感で行くんだっていうところをちょっとね発表したいと思います。まずこの画像を見てください。はい、また手書きかよというね、すいませんね、僕はあの手書きが大好きなもんで、やっぱりこうパソコンとかだとやっぱり記憶あんま覚えてないし、自分の手でこうバーって書くのがすごい好きですと。でこう書いてる時間めっちゃ楽しいんだよね。なんか分かる方いたらぜひコメントをお願いします。はい、まあ、ごめんなさい戻ります。こういったスケジュール感ですね、はい。で、まあ、自分の YouTube と自分の授業に関しては正直これからちょっとどうなるか分からないので一旦空白とさせていただいてます、はい。これは随時更新していく予定です、はい。で一番のところかな、不動産のところ、これはある程度決定しまして、まあ、5年後の中で、僕は今サラリーマンやってるんですけど、3年働いたら僕はローンを組みます、何かしらの不動産。
でローン組んで、今中古アパートを設定してるんで、僕が借りたい物件のローンの頭金がだいたいキャッシュ現金で1000万必要なんですね。はい。この1000万を貯めるために今頑張って副業をやっているという文脈もあります。はい。で、まあ、YouTube の方は、ありがたいことに先日1000人登録者突破しまして、収益化みたいなところも、条件で言うと、登録者1000人と、総再生時間、動画の総再生時間が4000時間以上って言ったところで、今ちょうど2700ぐらいですかね。はい。ぐーんとこう伸びてるところでございますので、これも比較的、今後、再生時間もクリアして、Google 社様からメールが届いて、慎太郎おめでとうっていう形で広告収入つくのかなっていう感じがあるので、まあ、一旦そのスケジュール感っていうのはまたおいおい更新するとして今一旦空白とさせていただきます。はい。で、自分の事業に関してはこれは今やりたいことっていうのは明確に見つかってないです。っていうのもそれを見つけるために今いろんなことに挑戦してるからですね。まあバー系もそうですし、まあ、いろんなベンチャー企業にちょっとジョインしたりとか、自分のスーツ、はい、あれ実は5月からねスーツモデルやってるんですよ。今モデルと営業もやり始めるといったところで、まあ、そういうお話とか、あとその他にもいろんなねこうビジネスお仕事のお話をいただいてたりするんですけど、まあ、そういういろんなジャンルに挑戦することによって自分はどんな会社立ち上げたいのかっていうのを今探してる最中ですので、ここをまたあえて空白にさせていただいてます。まあ、ずっと空白じゃないので安心してください。はい。で、結局ポイントになるところは、僕がこの5年後ぐらいまでにやらなきゃいけないこととしては、やっぱり自分というブランドが今あるんですけど、まあ、自分の YouTube をひたすら伸ばし続けることですね。他も大前提だと思います。はい。これも毎週Vlog も流してますし、これが実は新しい企画もやるんですけど、まあ、そういうのもやったりするので、YouTube をこれから伸ばしていくと。もう一個は、やっぱり結構難易度高いのは、一番の不動産事業の頭金1000万ですね。これをどうやって貯めるんだみたいなところがあると思います。はい。これをちょっと次は説明させていただきます。はい。で、頭金1000万をどうやって稼ぎ慎太郎は貯めるんだといったところの回答を申し上げます。2年間副業だけで1000万を稼ぎ貯めます。副業というね、漢字、これもごめんなさい、ちょっと結構質問いただくんですけど、副業、複雑の副の副業で僕は書かせていただいてるんですけど、これぜひ皆さん検索してみてください。副業、よくありきたりというか皆さんが使う多分副業って副の方なんですよね。本業と副、サイドジョブって英語で言うんですけど、僕は副業も本業と同じようにやってます。僕の中では本業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 という形なんですね。で、実は僕が使っている複雑の服の副業っていうのはそういう意味が込められてます。はい。本業と同じく本腰入れてやるみたいなところですかね。はい。だからあえて副業という言葉を使わせていただいてます。はい。で、たまにこうビデオとか、まあ、動画とか例えばテロップとかなんか皆さんが大体見てん？で皆さんが大体見ていただいているところでは、あえて分かりやすくサイドジョブの副業の方で書かせていただいているんですけど、まあ、ここはあんま気にしないでください。ただ僕は勝手にそういう風に言ってるだけなんで、すいません、ちょっと混乱させてしまって。で、ごめんなさい、戻るんですが、2年間で副業だけで1000万を貯めると。言ったところですと、いやいや、慎太郎。本業の一部をどんどん貯金していった方がいいんじゃない？いやいや、慎太郎。本業の方で、がっつりもらった分をどんどん貯金してた方が早いんじゃないの？慎太郎、本業のボーナスとかさ、そっちをさ、どんどん貯めてった方が早いんじゃないの？違うんですよ。まあ、なんで副業なのかっていうと理由は2つありまして、1つは、まあ、本業ですね。本業の収入源は僕の生活費でほとんど終わってしまいます。はい。僕普段 Vlog 見ていただいてる方ありがとうございます。基本的にすごい食事食べる人です。僕食費が月10万ぐらいかかります。はい。ざっくり言うと、なんでかっていうと、なんでかやっぱ美味しいもの食べたいから。うん。はい。美味しいもの食べたいから、美味しいお酒も飲みたいからお金かかりますよね。まあ、あと移動費ですね。まあ、自分個人で東京行くときとか、自分あと旅行もたくさん行くので、まあ、そういったところでお金使いますと。っていうところで、本業の方はもう全く入れないっていうのと、あと2つの理由としては、やっぱり本業をその1000万の、まあ、挑戦にね対して本業も含めてしまうと、いやいや、それ慎太郎の
会社だからできたことなんじゃないのとか、いやそれ慎太郎だからできてんじゃないのっていうことも言われるんじゃないかなと思ってまして、まあやっぱりこれは全部フェアに誰でもやればできるってことを僕は挑戦したいっていうのが一つのこのテーマでもあるので、副業、土日のみの副業で2年間1000万を貯めるという企画なんですよね、これ。はい。で、まあ、平日が僕は月から金、普通に本業で働いてまして、まあ大体朝から晩ですね、もうほとんど時間ないですといったところで、まあ土日のみなので1ヶ月4週間あったら土日2日かける4、8ですかね、8日間、まあ約10日間ぐらいか、10日間でそれを2年間の24ヶ月で1000万稼ぎ貯めるというところでございます。これ実は月換算すると月 41.6666 みたいな、だから42万ペースなんですよね。副業だけ、しかも土日の副業だけで42万円ペースですよ。皆さんどう思いますか？うわマジかよ、絶対無理だろ、もう絶対間に合わないだろ、もう夢描いてるだけだろ。いやまあそう思うかもしれません。わあ私だったら無理だな、俺だったらちょっとそれは厳しいな、非現実的だな、思うかもしれません。でも僕はさっきも言った通り、どうやったら42万円を稼いで貯めれるのか、これを考えます。はい、考えないです、無理だとか、ね、無理だと私が全然無理ですから、一回考える、それダメだったら考え直す、まあ、当たり前ですよ。で僕はどうやっていけるのかを考えます。はい、なので、まあ、2年間で副業1000万、これを僕はチャレンジします。で実際にね、この月42万円を副業だけでどうやって稼ぐのか、どうやって貯めていくのかみたいなところ皆さん一番気になってると思います。これ実はですね、今発表するんですけども、慎太郎の5年後 LA までのドキュメンタリー番組が始まります。ついにやってきました、慎太郎のドキュメンタリー番組が始まります。どういうドキュメンタリー番組かと言いますと、5年後 LA まで、まあ、僕現在ここだとしたら5年後 LA までどういうステップを踏んで、今言ったね3つの収入源を作り経済的に独立して LA 行くのかまでをドキュメンタリー形式、月1本で月1のペースで動画を出し続けます。はい、これはね楽しみですよ。はい、てかね、もう僕が楽しんじゃってる、これ一番僕が一番楽しんじゃってる、この企画、申し訳ないですけど皆さんに僕は楽しんでます。はい、月42万円を稼ぎ貯める、まあ、まずはこの企画でね、5年後LAまでのドキュメンタリー1話、2023年4月、2023年5月、2023年6月、2023年7月、まあ、こんな感じで毎月やってきます。はい、っていうのをやってきますので、ぜひ皆さん楽しみにしててくださいと。で、ドキュメンタリーの中はですね、僕が成功したこと、はたまた失敗したこと、すごい嬉しかったこと、はたまためっちゃ悲しかった、落ち込んだこと、挫折したこと、もう全部明かしていきます。もう全部出していきます。はい、まあ、よくこうね、お金の話とか、まあ、日本人というか、まあ、日本あるあるだと思うんですけど、日本の文化あるあるだなとちょっと思ってて、まあ、お金の話をすると卑しいとか、なんか汚らしいとか、お金の話するんじゃないとかって言うかもしれないんですけど、そんなんどうでもいいと。僕は一人でも多くの人を挑戦するきっかけを作りたい、誰でもやればできるを証明したいので、そのために必要であれば全部コンテンツにしますし、ここまで全てを多分さらけ出す YouTube やってる人っていないと思うんで、まあ、僕の挑戦が何もない新卒からどうやって LA 行ったのか、この中身はやっぱりみんな一番知りたいと思うんで、ここを全部毎月配信していきます。なので、おさらいすると、平日 Vlog 今1週間に1回出させていただいてるんですけども、これに月1回で土日の自分の、これ今カレンダーで日曜始まりで土曜終わりかっていう、こういうカレンダーがあった時に、この真ん中の平日は毎週ルーティン出していきます。今まで通りで、本業の姿とか自分の日頃のどんな生活してるのかみたいな全部出していきます。で、この日曜日と土曜日、カレンダーで言うとね、日曜日と土曜日を自分の副業のところを全部切り取って1ヶ月ガッチャンコにして、今月はどんぐらい売上が出ました、利益が出ました、今月はどんぐらいマイナスでした、今月はこんな学びがありました、今月はこんな失敗がありました、これも全部出していきます。
これは1ヶ月に1回単位で土日の副業活動を1ヶ月に一遍のペースで飛ばしています。それが後で振り返った時に2023年5月ですけど、これが2023年4月から始まってるんで、4月、5月、6月、7月、うわーって言ってって2027年4月に LA 行きますっていうのを皆さんにお届けします。はい、まあ本当は今全部一通りね、自分の価値観、まあなんで5年後 LA なのかとか、どうやって LA 行くのかとか、あとなんで YouTube 始めたのか、まあこれからの新しいね、新企画、新ドラマドキュメンタリーみたいなところもね、全部話させていただきまして、ここで動画を本当は終わる予定だったんですが、せっかくここまで見ていただいた皆さんにね、お礼を伝えたいと、まあ、そういう意味を込めて、この新しく始まるドキュメンタリーのオープニング動画を先行公開します。皆さんね、まだスキップしないでくださいね、まだスキップしないでくださいね、まあ、そこにいてくださいね、まだスキップしないでください。このオープニング動画はねすごいよ。僕は一日中東京駅でプロのカメラマンと、まあ、編集者と共にですね、撮影をしてきまして、めちゃくちゃワクワクするオープニング V ができました。はい、これもお金かけてます、だいぶお金かけてます。はい、でなんでそんなこだわるのかよく言われるんですけど、やっぱりせっかくこのチャンネル見ていただいて、皆さんも人生一回で限られた時間の中で慎太郎の YouTube を見ていただいてますので、やっぱりせっかく見ていただくにはめちゃくちゃワクワクしてほしい。はい、うわ慎太郎の YouTube アップロードされた、さあ見てやるぞと、さあ楽しみにしてたぜというふうに皆さんぜひ思っていただきたい。そのためにも超ワクワクするオープニングビデオですね、オープニング動画作ってまいりましたので、ぜひそちらを見ていただければと思います。この4月から配信は5月からなんですけど、始まっている慎太郎の5年後 LA までのドキュメンタリー動画のオープニング動画になります。ではどうぞ。多くの人がこうなりたいとかああなりたいと夢を見ますが、それは見るだけで終わってしまいます。いや、そんなことはない。新しい挑戦を常に続ける慎太郎はそう唱えます。僕が人生でこれまで成功したのは運だけじゃないんですよ。慎太郎は大企業で働く新卒のサラリーマンです。慶応大学出身、野球部では日本一、卒業後は大企業に就職しました。彼の人生は周りから見ると順調にいい人生に進んでいるように見えますが、彼の人生はずっとうまくいっていたわけではありません。幼少期運動神経抜群で、英語も話せて、しかも勉強もできる、そんなスーパースターだった自分は完全に天狗になってたんですよね。人生ってこんなイージーだったんだって。しかし高校に入ってから人生で最大の挫折を味わいます。野球ではこれまで毎日出ていた試合には出れずにずっとベンチ、周りが見えなくなり野球しかやっていなかったので勉強もできなくなっていた。あの時は本当に辛かったです。人生のどん底でしたね。けれどここで諦めたら人生に悔いが残ると思って、また一から這い上がるために挑戦し続けました。毎日の努力があり今があります。そして今回の挑戦は、何もない新卒がアメリカの LA で成功するまでの全てをお届けします。彼の今は全くスキルなし、資本金なし、平日は仕事をしながら休日の土日のみで2年間で副業1000万を稼ぐというものです。僕はもともと何も持っていません。まあ、運もいいわけではないですし、だからこそ僕の挑戦から誰でもやればできるということを証明します。簡単な挑戦ではないと思っています。きつい場面も何度もあると思います。でも僕は自分の人生に向き合って夢に向かって走り続けます。5年後慎太郎の挑戦は第三者によって評価されます。夢は夢で終わらせることはない。慎太郎の最大の挑戦が始まります。